これよりキャリアとしての日本語教育のセッションを始めます発表してくださるのはフィリピン4期の木村健介さんとインドネシア4期の岡田真由美さんです皆さんこんにちはフィリピン4期の木村健介と申します私たちのグループは7人いましたので、えー、と表示されてい7つのトピックについて一、えー、つずつお話ししていきます村上奈美さんですね今はインドネシア中部で日本教育支援をする派遣日本語専門家として、えー、と活動しております 9人前の研修の時と比較してみて、実際に現場に行ってみると、あの景色が違ったそうですで、その違いから村上さんはやっぱり現場の大切さというものを知って、でその現場の重ースを知っているからこそ、えっと、今の,その現場に即して考えることができて、現在の仕事にも役立っているということです、そしてその現場で知り合った学生さんとも、えっと、今もつながりがあるということです。 須崎さんです、えー、とタイ北部で日本教育支援をする派遣日本語専門家、自分が日本教師として信じてきたものとかビリーフっていうものを見つけるいい機会になったということです。 NP というのは基本的にアシスタントという立場なので、いくら自分の方がこう、こっちの方がいいでしょと思ったとしても、どうしてもその CP の先生と対立しちゃう時があったんです。やっぱり自分の気持ちを抑えないといけない。それでは持っているものというのが、やっぱり本人が信じているというもので、でいい意味でのそういう対立をこう、いろんなことを、対立をして,いしていくことで、えー、と自分自身の、えー、と内政ができたということでした。補佐役の岡田さんです。 はい、今は、えー、と日本語教育研究をする大学院生として活動しております。派遣が終わった後に同期の NP に、えー、と日本語学校での就職を後押ししてもらって、その後日本語学校に勤務することになりました。しかし、その日本語学校の現場での,その経営の方法とか、そのどういうふうに学生を集めるかという方法を改善したいと思って、今現在も大学院生として活動しているということです。土屋さんですね、えー、と今現在はオンンライン日本教師と地域 こししし協力隊員とてて活動しています仕事に対する考え方が変わったということです。公立の学校、で社会人の民間学校というさまざまな場所でさまざまな人と出会って、えっと、同僚とか学習者と出会い、えっと、様そういういろんなバックグラウンドを理解できるようになって、そして寛容になったということです。CP とか派遣校のどの先生と一緒に働いたことで、えっと、日本的な働き方以外の視野が持てて、ワーク・ライフ・バランスを大切にするようになった。 そのことです野外さんの場合は教える側とではなくてその割と日本語教育の裏方として活動しています。NP だからといって教師にならなくてもいい日本語教育に携わるための仕事は教師だけではない割とそと事務方と,、えー、とその先生たちって結構乖離があったりするんですね。事務方のの先生は教師の経験がない 人がおよくいるのでちょっとかりがたりするんですけどただ野外さんの場合は、えー、と自分自身が教師としての経験もしているので現場の先生たちのことを思って、えー、と教師支援ができているということでした石川さんは夜間学校ですねでも働いていてそこの学生はやっぱりあのいろんな問題を抱えていたりとか様々なバックグラウンドの、えー、と生徒がいて NP の経験を通して受け,受け入れ合うことから全てが始まると学んだのでどんな学生 どんな生徒でもまず最初に受け入れることを大事にしているそうです。物事が思うようにうまくいかなかった。うまくいかなかったとしても、平気になったというか、こうね。頑張りましょう。頑張ろう！っていう風になれたそうです。で、最後があの私なんですけど、現地の学校に行くと鉛筆がない子とか消しゴムがない。子、ノートがない子っているんですね。なんで持ってきてないんだって言うと。 もその裏には実は理由があったりするんですね。例えば、お金がなくて鉛筆が買えない、お金がなくて化粧も買えない、お金がなくてノートが買えない、いろんな人がいるんですね。何事も決めつけないで、その裏側に何があるのかということを、えっと、常に考えてあげて接してあげることは学びました。なんでできないのかなって、その裏側を一緒に、ね、あの探してあげられるようになりましたし、これは本当に大切なことだなと思いました。 NP という同じ経験をしても、専門家の人、裏方の人、じゃフィリピンで私勉強している、定時制だったり、いろんなキャリアがあると思います、全部に共通しているのは、必ず今のキャリアが、その NP の経験と紐づいているということですね、ただそれはすぐに分かるものではなくて、時間が経ってから分かるってくるとものだと思っていますそれではここで、ですね、えー、とゲストからコメントをいただきたいと思います。 根幹にあるのは、あの木村さんが最後におっしゃった何事も決めつけないということのところに集約されるかなと思いました。皆さんはそのが気持ちよく安心して学べる環境を作るために何をしたらいいかっていうところ、あの少し俯瞰的にあの日本語教育の実践の場っていうのを捉えて帰ってらっしゃってるなというふうに思います。やかさんであれば先生支援になるかもしれませんね。教室の中の狭い 学校教育というか日本語教育に収まらない視点を持って今活動されているっていうところが私は非常に強く感銘を受けました結論それなぜかっていうともともとはもう自分で学校を作ってやるつもりだったので。 別にそこに不安は感じてなかったっていうのと教育に対する熱量は多分半端じゃないと思うのでそこでカバーしましたね逆に言えば安定するっていうことは日本語教師のそのなんですかね一番いいところであるその自由なあの職場選びっていうことができないことにつながってくるのかなっていうところで安定しないと見るのかそれとも自由な職業選択ができるのかっていうところかなと思います チームでやるっていうことを1回経験することによって、自分の教授法であったりっていうものが独りよがりになってないだろうかとか、その他の先生方に迷惑かけてないだろうかっていう視点が持てたっていうところでは、こあのその後の日本語教師としてのキャリアとしてはあの、プラスだったかなと思います 1>, 1人の場合は、もう自分の授業って見れないんですけど、そ一緒にアシスタントにいると、別館して見れる時間も教室の中であるので、それはいいことだと思いますね、その授業を見れるっていうのは。 中に入って授業の中で先生がしていることを観察しながらすごく自分の想像力を使って相手が何を考えているんだろうどうしてこんなことをするんだろうということを推察しながら自分ができることを探していくっていうあの行動に移っていくと思うんです。アシスタントとして NP が活動するとえそういうことを明示的には指示していませんけれども体得してくるっていうんでしょうか。 あの、それは本当にアシスタントならではではないかなと思います。それでは、これをもちましてキャリアとしての日本語教育のセッションを終了します。皆さん、ご視聴ありがとうございました。